ち。タコくんのためにね、朝買ってきたんだ。ありがとう。あ、見て、学校で有名の高山カップルがいる。え、本当だ、イケメン彼氏羨ましい。はい、僕いる？うん、はい、どうぞ。お疲れ。二人とも、もうすぐ新学期のクラス替えだけど、離れ離れになる準備できてんの？大丈夫大丈夫、私たちは愛し合ってる限り絶対一緒のクラスになるもんね。きっと僕たちは神様が同じクラスにしてくれるはず。じゃなかった。そんな、エミちゃんがタコくんと同じクラスとかずるい。エミちゃん変わってよ。むちゃ言わない。だから言ったじゃん、離れ離れになる準備はできてるのって。神様の裏切り者。でも大丈夫だよ、クラスが離れ離れでも休み時間とか放課後とかはいつでも会えるから、元気出して。って自分が一番悲しんでるやん。そうだね、休み時間は一緒にご飯食べよう。うん、そうだね。私たちのクラスは あった、あそこ。うん、私たち一緒のクラスじゃん。やったやった、タコ山カップルのタコくんもいるしね。うん、楽しいクラスになりそう。はい、リンダ、クラスの確認が終わったら新しい教室に早く移動してください。はい、まずは一人ずつ自己紹介をしてもらいましょうか。あかりです。名前の通りあかりの性格なので、皆さん気軽に話しかけてくださいね。リノです。たくさん青春したいので、みんなといっぱい遊びたいです。仲良くしてね。え、あ、僕、あ、はい。エミです。よろしくお願いします。はい、じゃあ最後タコくんお願いします。はい、タコです。好きな食べ物はオムライスです。よろしくお願いします。キャー、イケメン、オムライス好きとかかわいい。ありがとう。新しい友達と仲良くするのよ。タコくん、タコくん。あかりちゃんとりのちゃんだよね。よろしく。え、名前も覚えてくれてたんだ。たっくんって優しいね。え、たっくん。そう、たこくんだからたっくん。いいあだ名でしょ。たっくんって呼んでもいい？あー、いいよ。やった、ありがとう。あかりずるい、私もたっくんって呼ぶ。あ、そうだ、今日の昼一緒に食べようよ。あ、いいねいいね、どうしよう、私いっぱいしよう。ねえねえ、いつ一緒に遊ぶ？あ、今週の土曜日とか、たっくん予定空いてる？あー、俺はパスで、ゆめちゃんいるからさ。そんな、私たちただの友達じゃん。ほら、先生もみんな仲良くしてねって言ってたし。
ねえ、お願い、私たちと一緒に遊ぼう。遊ぼう。まあ、聞いては見るけど。やったあ、どうせなら3人でお泊まりパーティーだけしちゃう。あー、それはちょっと。大丈夫、誰にもバレないよ。バレない、バレない。え、何の音。え、誰にもバレてない。私が全部聞いてたけど。え、ゆみちゃん。誰よあんた、もしかしてゆみの友達。そうよ、同じクラスなの気づかなかった。あなたたち、よく彼女がいる男の子にお泊まりパーティーしようだなんて誘えるわね。別に友達だからいいじゃない。そうよ、何がいけないの。さっきバレないって言ったじゃない。バレたらまずいからそういうこと言ってるのよね。バレたらまずいから。そうやってやっちゃいけないことをして、もし夢がそれを知ったらどうするの。自分がやられて嫌なことしちゃダメなの。ゆみちゃん、私たち彼氏がいる夢が羨ましくて。それで。ううん、分かってくれたならそれでいいの。これからはみんなで仲良くしよう。ありがとう。ありがとう。仲良くしようね。なんでやりたいもね。そうだよ。行きまーす。ねえ、えなりちゃんじゃない、えみちゃんだけど。3、2って、自分が一番悲しんでるやん。どこ来てんねん。あ、え、そうじゃないの。3、2りのです、たくさん青春したのに。頼むよ。全然です。3、2えみです、よろしくお願いします。座っていいよ、ごめんね。よ、行きます。まーす。3、2さあ、たっくんだから。たっくん、え、たっくん、それはたっくん。たっくんやったらそれはたっくんでしょうよ。